コメントね、みんなしてください。ごめんなさい。なんか今日はね、いろいろ多分喋りながらになるので、うん、コメントあまり読めないかもしれないけど、なんかどちらかというとその放課後戦記、12月1日から3日までなんだよね、うちらが出演するブルーは。だからそれを、こう、舞台に来てくれっていうね。そう。の、やっぱりなんかうちはアイドルだとさ、やっぱ踊ってる歌ってる姿が見たいとか会いたいとかなかなか舞台来てくれないんだよね。困り。そうそう。なので、レイカももともと困り。困り。もうちょっと本当に困ってもらっていい。そう。で、なんか、そう、アイドルよりかも、本当に、だから、アイドル卒業したばっかの時さ、うん、もう今だからさ、うんうん、なんか文、昨日あらすじまで教えてくれたって書いてね。ちょっと待って、告知して。本当だ、ありがとう、つっち。ありがとう、四五的。番宣みたいなもん。あ、そうです。番宣しに来ました。はい。みんな見に来て。来てほしいです。待ってるよ。待ってるよ。待ってるよ。いやなんかでも本当にね、うん、いやわかる、あたい半袖やね、思ったよ、ね、やばいよ、こっちさ、あの暖かいのにニット、いやー、中ちゃんはじめまして、はじめまして、ありがとうございます、皆様、いやそう、では、役発表しようよ、いいんだ、いい、いいんだよ、いいよ、でもなんか東雲、じゃあうん、役発表してからお互いの役の印象を言おうよ、うん、ああいいよ、ありじゃない、いいよ、うん、あ、いや黒いから言っていいよ、はい、言っていいんでしょ、本当に、いや本当に言っていいよ、そういいんだよね、こんな騙しはしないよやばいでしょ、これだって先に言って読めふって一度待って、それは性格悪すぎる、いや私だったらちょっとそれやりたいから、やばいじゃん、やばいな、やばいやつね、いいんだよね、Okay、 いいね、私の役はラクロス部部長のジソンジリチコちゃんです、はい、リッちゃんって呼んでください、はい、リッちゃんです、はい、戦います、めちゃくちゃ、そうですね、なんか黒エピの役のジソンジちゃんの役は、うん、結構その主演のミオリンさんと いるシーンも多いか、基本一緒にいる、そう、基本一緒にいるチーム守ってるみんなを、私がで、なんか、うん、そこのチームの中では多分強い方だよね、だからアクションも結構あるし、めっちゃ多いね、そうだから、なんか最初クロエと共演した時はレイブ塾っていう、うん、ベテランの、そうお笑いコメディみたいな、うん、なんかやつで共演して仲良くなったんだけど、うん、その時のクロエのお芝居とは全然違う、違うよね、うん、違う、変えてるね、全然、うん、だし、なんか今まで多分見たことないクロエピが見れると思います、ウェーイ、いやなんかちょっとかっこいいよね。かっこいい、今までのに比べたら全然違うだろう。今まで結構ポンコツが多かったから。そうそうそう。前回の、押し入れとの神ちゃんを見てから来る人はだいぶ違うものを見ることになると思う。そうそう。正反対ぐらい。りっちゃーんだって。やっほー、りっちゃんだよー。イェーイ。かな？かな？感じです。はい。じゃあ次。はい、しののめは、バレーボール部部長の風式幸を演じさせていただきます。幸印象があれ、なん印象は、うん、ね、なんだろう、でも難しいな、難しいよね、しののめの役。すごい、なんていうの、感情が豊かな子なんだろうなっていうイメージ。だし、ね、意外と、なんかあのね、子供っぽさがあって私は好き。ああ、うん、そうだね、ダダこねちゃうもん、ね、そう、私ダダっ子好きだから、うんうんうん、あらば可愛いとも、あるし、うん、あ、なんか私もでもレイカちゃんがそういう役やってるの初めて見たから、そうだね、いつも大体、うん、なんだろう、クール系の役かなんかお笑いに振り切って役しかしない、うんうん、なんか逆かもね、いつものイメージだったら、あ、そうかも、正反対だね、うん、で私が過剰式がいつも通りだ。通り。で、レイカちゃんがりっちゃんだったら、まあ、まあ、いつも通りって感じ。逆ですね、うん、今回は。そう。シクシクするか。そう。クロエちゃんポンコツ、初老は豚骨やって。豚骨だけどさ、陰踏んでるのめちゃくちゃおもろくない？クロエちゃんポン、クロエはポンコツ、初老は豚骨。やかましい。サッチーバーサスリッチー。いや、サッカー選手みたいに言われる。誰だよ。そう。
ね、うん、ここはね、ちょっと、シーンで、弱絡みする。そうだね。うん。あの、多分お互いアクションあるけど、うん、よりアクションある、クロエピの方が。めっちゃあるね。めっちゃずっと戦ってる。ずっと戦ってるね。うん、出てきて喋って、あれまた戦ってる？うん。感じだし。そうね。うん。楽しいです、アクション。初めてなんですけど。ね、だからこれを機にね、そうアクションを習いに行こうかなってね、ちょっと話してるよね。ハマってます、楽しい、ねね、うん、そう、忙しいな。忙しいよね。え、ツイートしたのかなって。してないです。クレイは突然始めるんです。突然の女、うん、気分なんで気分の女なんで、はい、そうです熊沢さんのファンなこともあり、放課後戦記の初日と土日に見に行きます、うん、お二人の演技も楽しみ。ありがとうございます。なんかこういうコメント嬉しいよね。嬉しい、見てくれてるんですね。すありがとうございます。ありがとうございまして。自尊寺律子役の結城クロエちゃんと、はい、いっちゃんです。果樹式幸役の篠宮玲香です。よかったら SNS だけでもフォローしていただけるととても嬉しいです。えらい、そう、えらい。一緒にやるとこういう得があるね。自分一人だとそういうの言えないからさ。ちゃんと言って言ってよみんなチケット買ってねーって。いや、そうなんだけど、うん、いや、でも、なんかこう、これ皆さんにお伝えしたいことなんですけど、うん、そのアイドル出身だと、やっぱり演技のところで、舞台とかで結構来てくれない方が割かし多いんですよ、卒業してから。なんか、その理由としては、やっぱりその、ライブとかが好きだから、こう1時間45分とか1時間半座ってるのがだるいとか、うん、舞台はちょっと難しいみたいな人結構多くて。今回絶対いいと思う。ダンスも多いし。そうで、今回はダンスも多いし、アクションもあるし、うん、なんか舞台っていうものを毛嫌いせずに見に来てほしいなって思うし、なんか結構なんだろう、アイドルのセカンドキャリア的なとこあるじゃん、ぶっちゃけ女優って。ある。だから、なんかこう負けじと来て、応援してほしいなと思います。そうですね、そうですね、お願いします。限らず、うん、ぜひ頑張ってんで。そうなんで、頑張ってんで、頑張ってんで、頑張ってんで、お願いだよ。頼んで、頼んで、頼んでるんで、頼んでるんで。熊沢さんって何役なんだろう、もう年なのにライブも座ってみたい。じゃあちょうどいい、座ってみれるよ。本当ね、うちら、うん、うちら座ってみよう。赤池袋、うん、新しい、あそこ。そうだよ、ね、だし、めちゃくちゃ劇場がすごいいいから、シアターミクサって。なんか普通だったらあんまり、そのなんていうの、あんまり多分ガールズの舞台でシアターミクサ使うような、うん、レアレアだと思う。激レアだよ、多分。もともと多分 2.5 次元とかの舞台をするようなところでプロジェクトマッピングみたいなのができる。あ、そうなんだ。劇場がすごい新しくて、そこでやるっていうのはすごいことだと思う。いいね、いいね。みんななんか聞きたいことあったら質問してください。そうだね、答えてあげるよ。質問してね、みんな答えてあげる。コメントしてね。いつもあのこの前さ、クラピのさ、インスタライブ行った時でさ、うん、もうほぼ寝かけ、お風呂入るからえ、そう、あの時お風呂入る前だった。眠眠し、今日はしゃべしゃべが食べたいんです。そうね、あのあれ写真撮るときにうちら忘れててがっつり入るっていう。ここにね、こっちでしゃぶしゃぶ食べたいって書いてある。書いてある。そう、食べたくて、はい、あ、入った、書いたんです。食べたいなって思ったから、うん、はい、あ、食べたいな、しゃぶしゃぶ。卒業公演行きました。ありがとう。あ、来月末まとめてチケットポチるね。全通でお願いします。4ステなんで。4ステ、まあ、で、しかも4ステだし、3日間だしね。うん。そうそう。カラコン？カラコンは、あ、なんか最近変えて、なんか吉田あかりさんがプロデュースしてるやつの、明るいやつ、わかんない。なんか使ってます。カラコンわかんないよね。そう。変えました、最近。髪色明るくしたか。でもこれいいよ。かな。あ、そうだ、髪色変えたから。そう、明るくしたんです。そっか。そう。髪切りたい。
ちぎれすぎてる。やばい、喉疲弊しすぎて。わかる。あーとかやってるから。そう。常にね。常にね。座ってるのは苦手だけど、おしめのステージ見るのは我慢できます。えらい。えらい。あ、ねえ。なんだい？ここで皆さんにお願いがあります。なんか、12月1日から3日放課後戦聞いてほしいのはもちろんなんですけど。なんかクリスマス開けといたらいいことある。そう、なんか12月の25日開けといたらここ2人。そう、12月25日開けといたらここ2人ちょっといいかな。なんかいいことある。なんかいいこと、わかんない。なんかレイカもわかんないけど、12月25日開けといたらいいことあるかな。そう、なんかわかんない。まだ言えない。わかんないんだけど。口が滑っただけなんだけど、そう。そう。25日ね。ね、なんか。ね。なんかね。え、な、何する？いや、わかんないけど、なんか。ね、何しようかなやかましい、やかましい。って感じでーす、ね。で、ちなみに12月25日は私の誕生日でーす。イェーイ。なんだろう、何があるのか。何があるかも。誕生日って何があるの？何があるのかも。いいから始まって、とーで終わるみたいな。ベートン。どうした、バカなのかながあるかもしれない。滑ってるんじゃないんだよ、もう言ってんね、うん、言ってんだよ、言ってんね、言ってんね、言ってんね。ポン酢かごまだれかどっちだで、しゃぶしゃぶ。ポン酢、ポン酢、ポン酢にもみじおろしとか大根、大根おろし大な、うわ、うわ、終わったらいかん、行くか、終わったらいかん今決まってしまうっていうなんかさ、この前本当に反省したんだけど、うん、うん、なんかさ、もういつも会ってるから。ありがとう。あ、ジュレのいらっしゃい。いつも会ってるから。てかさ、本当にさ、うん、もう、本当に毎日会ってるから。いや、そう。ね。うん。そろそろ一緒に住んだ方が楽じゃない？いや、だから。え、じゃあ普通に。いや、そう、それは思うんだけど。うん。違う、僕、前髪全部終わった。え、なんで？なんで？いいじゃん。いい感じで。いや、なんかなんか黒エピが LINE でね、うん、賃貸情報を送ってきてくれるんですよ。でしかも結構お予算的にも、そう、予算的にも結構理想なやつちゃんと調べて送ってくれる。いやだからやっぱ、うん、一緒に住むのかな、うん、ね、早く住もう一緒に。いや持ってます。これすっぴんって言うの、これすめんって言うの、すめんすか、すっぴんですか、そうめんですか、こっちがそうめんじゃない、これそうめんじゃない、そうめんです、はい。適当か。なんかね、すっぴんじゃない。すっぴんじゃないよね。すっぴんとは書かなくない？それ。すっぴんじゃないよ。メイクしてるよ。うん、今日眉毛の色抜きました。クロエさんはキリストの生まれ変わりだって。なんで知ってるんですか？顔がうるさい。あ、シラフスかだって。あ、シラフですよ。まだ。シンドシラフ。こういう風に思われたってこと。いや、悲しい悲しい。うちら、でもまだ、うん、静か、酔っ払ったらもっと元気。だね。です。今日水しか飲んでないから。え、さっきホット飲みたくてさ、うん、買ったら冷たかったです。嘘。このホットって書いてあるのに、下にコールドって書いてあった。やばいよ。あったかいと思っちゃったの。うん、いい。今日もバッチリ漏れてるよ。ありがとう。もうさ、雨だからほら見て、ハゲってるみたいな。ね、なんで撮ったの、撮らんでええって。撮らんでよかったよ。ほんと？私、ちょっと今見なかったこと見して。これちゃんとほら、自分のコラボまだ被ってますよ。ね、かわいい。NP。NP。NPP。いやー。放課後戦記見に来てね、みんな。待ってます。いや、本当にね、ずっと。求愛がすごいだって。まあね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 。すごい。なんか、あれで部活の顧問みたいなことで、暖かいと思ったら暖かいんです。でも、暖かくないもん。暖かくないもん。トトロのメイちゃんみたいです。暖かくないもん。めいちゃーん。怖い。おばあちゃん。もう知らない！めいのバカ！あ、これさつきね。
さっちゃん、ふっちゃん、さつき、こんばんは。ハミング、ハミングさんいらっしゃい。こっちも見に来た。誰だこれ、こっちも見に来たって。あ、ジュルヌさんだ。ありがとう、ありがとう、ジュルヌさん。え、2端末、2個端末の人。2個端末の人なんじゃない。うちらちょっと言葉を生み出して。ありがとう、ありがとう。あ、いや、そう、しのめ思ったのが、アイドル卒業してから、アイドルの時は、うん、なんかファンの人に他の人フォローされると嫌だったの。うん、でも、なんか、女優さんとして仕事をするようになってから、自分、なんかやっぱ座組でさ、一緒にこう生活するじゃん。まあ、ほぼ、生活までいかないけど、まあ、でもほぼさ、もう、毎日、ね。家に寝に帰ってる以外はずっと一緒にいるじゃんか。うん、だからなんか、もうみんなに、この、いや、うん、この、いや、え、違う、全部。いや、全部の舞台がそう思っとるわけじゃないけど、いやいや、そんな、あれだけど、本当にいい座組だなって思った座組に関しては、うん、みんなにこの座組の人たちのことを知ってほしい。こういう状況で稽古して頑張ってこれを見せたんだよっていうのを見てほしいって思うから、フォローしてほしいって思うようになったよね。うん、なるほどね。うん、特に黒エピはなんかもう、なんか、ちょっと嫌だな。え、何家族じゃん。え、家族だよ。うん、マジで。え、なんか、でも本当に、なんかこれ、多分もう、ファン、しののめカンパニーの人はもう分かってるから言っちゃうけど、うん、なんかその、もともと私、産めっていう役だったんですよ。ああ。もう、ネイキッドロフト横浜の放課後戦記のイベントで、うん、私、産めですって。ああ、そっか。そう、もう言ってるから、そうだからなんで急に過剰式になってるの、うん、バレーボール部部長の、うん。ってなってると思うんだけど、うん、それが、しののめ16から20日まで本番の舞台が入ってたの。飛車門っていう。高飛車モンスターっていう。めっちゃおもろかった。ありがとう。見に来てくれたよね。面白かった。で、舞台ね、やってたから、うん、それまでに全部セリフを入れて、もう、だから放課後戦記は、その16から20の高飛車モンスターの舞台が終わって、21から稽古合流するときに、うん、もうダンスさえ入れればいい状況にして、行ってたんだよ。偉い。なんだけど、まあいろいろちょっといろんなことがあって役が変わるってことになって急に過剰式になって、はい、まあ麗華、うん、からしたらこういいこと、うんうん、セリフも増えたしアクションもっていうことなんだけど、やっぱりもうその時にはさ納得いかない気持ちやっぱ出てきちゃう、まあね、そう部活として頑張ってたから、うん、そうだからなんかもうメンタルボロボロでピエーンってなってる時とかにもずっとクロエは電話してくれたりとか、こちらこそだよ、そうご飯食べに行ってくれたりとかすごい感謝してる、めっちゃこちらこそだよね。いやマジ先月くらいやばかった時、自分先月、うんうん、先月か、先月卒業、ね、9月10月ぐらいがすごいやばかったね。スケジュールがやばかったよね。うん、スケジュールもだったしね。なんかちょっともうあのなんて言った時にずっと一緒にね話聞いてくれてね、うん、本当に優しいのよ。そんなに本当にすーちゃんお久しぶり、久しぶり、お久しぶり。あ、すーちゃん多分クロエのこと知ってるよ。お久しぶりすーちゃんそう、よさすぎって感じ。よさすぎのよ。え、やっぱりさ、あれが思うんだけどさ、ファンの人って口調にいるよね。え、クロエと口調一緒だね、このリュートさんっていう人。やめて、真似しないで、本当に。言ってる。これやっぱ一緒なんだ。あー、まあ似るって言うよね。やだ。え、レイカ、しののめカンパニー言ってることおかしいって思うこと多いってことは、レイカがおかしいってこと、やばいじゃん。そういうことだね。でもなんか、推しに似るって言うからね。うん、私のせいだったみたい。みんなごめん。は？推しに似るらしいじゃん。ファンの人って。やめた、恥ずかしい。これは言ってない。ごめん言わないそれは言わんかった。なんかちょっとお姉が入ってるお姉です、その通りですよ。レイカだけおかしい。あ、それは絶対ないから大丈夫、うん、ゴーくんその通りですよ、その通りありがとう。あ、まゆちゃんだ。ん、まゆちゃんがいる。あ、まゆちゃん、やっほー、やっほー、おつおつ、お疲れ様です。すーちゃんどうも、元しあ、元とか言っちゃうんだ、ぶっ飛ばすよ。ぶっ何元って。あの、大阪に住んでる人なんだよ、すーちゃんって。そう、元とかダメだよ。元とかダメだよ。うん、一回あの一回会ったらもうそんな最、うん、死んじゃうかもしれない。可愛いだね、あなたも。ありがとう。これどうやってやるの。え、ね、マジでさ、昨日さショックだった。え、ショックだったね。そう、先越されたの、うちら。え、え、何の？
なんの？え、違うよ。あ、そうそう、そうそう、そう。え、そう。え、なんか、昨日くらい、ぶっつけの仕事があったから、そうそうそう。途中でね、抜けたんですけど、まゆちゃん、うん、この間誕生日だったんですよ。そう。で、東雲もいなか、なかったし、黒エビも仕事であれだったから、二人でだったらね、ちょっといいもん買っていけんじゃないって言って、誕生日やろうぜって言ってたわけ。そしたら、うわ、こされたー。うわーってなって、待ってた、うわーって。だから、いつやるかわかんないから待ってて、ね。待っててね。まゆちゃん待ってて。突然始めるから。突然始めるから、こっちは。マジミュージカルしちゃうよ。フラッシュボールしちゃうよ。思いつかなかった、何か。感情出てこなかったよ。アドリブに弱い、アドリブに弱い。ダメ。じゃあ、やるときちゃんと台本かっちり作ってやろう。わかった。そう、だから集合写真みんなで撮っててさ。そう、あれだ、悲しかったよね、うちら。なんか持っていく予定だったのに。そう、私写ってないから、写真に、うん、そうそうそう。自分で合成しようかと思った。まゆちゃんは、あれです。まゆちゃんも放課後戦記の出演してる女優さんです。仲良くしてくれて、優しくて大好きです。そう。あ、そういえば昨日、うん、昨日のレイカがオフショーでバチバチ撮ってた中で、まゆちゃん、これテレビ座りしてたからね。え、それ。あ、あれ。みんなどんどん伝染してってて。いや、そう。みんな時間が経つにつれて。これ、こうやって。あ、まだ終わんねえかな。マジで思うよね、あれ。ね、面白かった。面白かった。また送るね、まゆちゃん。うんすーちゃんプルプル待ってます待ってます待ってて。いやでもねみんなね本当に放課後戦記結構なんか元から個性が強い人たちが一生懸命こう25人なんだよね、うん、1チーム、うん、25人1チームまとまってこう進んでいっているのでなんかこうでもただ仲良しごっこしてるわけじゃなくて、うん、本当にその台本自体が8年やってる台本でみおりんさんがずっとこう守ってきたものをっていうのがあるから、うん、やっぱりこう前年よりいいものを出さなきゃいけないみたいなのがあって、ね、ダンス難しくなってるって言ってた。そうそう、だからどんどんいろんなプレッシャーとかと戦いながらみんな頑張ってやっていってるのでみんな見に来てほしいです。お願いします。頼んだ、来てください。頼んだ。遠征の人はなんだよ、3日？ 3 日だったらあれか、うん、二公演見れるから。ああ、そうだ。二公演見に来てくれ。お願いします。いや、今回お得だと思うんだよね。ものすごいさ、だってランタイム長くないその長い、長い、長い。めっちゃ長いよね。めっちゃ長い。休憩ないんやって。そう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 。普通だったらだって、だいたい1時間半ぐらい。うん、90分ぐらいだよね。だけど、今回の舞台って、2時間ぐらい。2時間ぐらいあるもんね。2時間弱。それで、5000円 ?6000 円か。お願いします。来てください。あ、配信もあるよねって。 ありがとう。配信もあるんだ。配信もあるんだ。配信だと配信あるよ。すーちゃんやったー。配信見に来て。家から応援してる。配信見てね。配信見に来てね。グッズもそのうち通販あるんじゃない。うん、だから来れない人はそうやって応援していただけると嬉しいでございます。嬉しいでございます。はい、いい公演なら自然と収穫される。いや、そんなことないよ、これが。それは舐めてますね。それは。甘いでしょ。甘い甘い。そんなことないんですよ。いや、だって、いくらでも違う。なんかね、みんな思ってる以上に1の数の大きさってでっかいからね。うん、あれだよ、なんか結構その、ネットだけでしか見ない人って多いから、ちゃんと現地に来てっていうのは少ないよね。本当に。本当に。だから本当にそうやって来てくれる人にはありがたいし。本当、来てくれる人。そう、だから、大きい舞台に立ってるから集客があるっていうわけでもないんだよ。だから、うん、なんかこういうこと言っちゃあれかもしれないけど、ものすごいテレビとかに出てる女優さんとかでもいざ舞台立ったら全然集客ないなんてザラだからね。ね、うん、でもなんか逆にフォロワーさん2000人とかしかいなくてもめっちゃ呼ぶ人いるし、ね、そう、4ステで100人とか呼ぶ人いるよね、うん、そうだからね、全然そこはね違うんですよ。だからみんなこんな必死になってるし、やっぱりね、ブルーとピンクあるからね。そうなんですよ。うちらブルーなんで。ブルー負けてらんねえぜ。負けてらんねえぜということでね。あかねちゃんが仲良しちゃんだって。やっほー。やっほー。仲良しちゃんです。はじめまして、しののめです。れいかちゃんです。くろえです。くろえです。あかねちゃんです。
こう。あかりちゃんです。これ、古賀先生の振りだよ。もう馴染み、体に馴染みまくって。今回さ、霊部塾のダンスの先生と放課後先、うん、放課後先生じゃん。放課後先生って誰？放課後先期の。放課後先生とは、ダンスの先生が石尾先生なんだよね。うん。そう。そう、一緒なんだ。だからちょっとね、若干、おやって、お、似てる、うんうん。みたいなとこあります。むずい、今回、マジで。受験なの？あ、そう、受験生。すごい、大変だ。卒業ライブで、れいかちゃんお見かけしました、だって。嘘！来てくれたんですよ、ゲネ終わりに。全然間に合わなかったからね、言っとくよ。そう、本当にありがたいよね。いや、全然間に合いませんでした。すいません、なんか、ね、すごい一番、ファンの人とかのところに、できるだけ目立たないように入ろうと思ったんですけど。なんかちょっと裏口とかがなかったのでどうしてもちょっと目立ってしまいます。いいんです、いいんです。でもなんか嬉しかった、なんか卒業ライブとかで、うん、なんかあ、クロエを愛してる人がこんなにいるんだ、ちょっとほっこりほっこりって思って泣いちゃう、嬉しい。なんか思うけど、ね、だってやっぱりさ、うん、こうやっぱりこうなんだろう、表に出てる部分と出てない部分ってあるじゃん。あるね。うん、でもクロエピの方もなんか全部ひっくるめてクロエピのことをちゃんと好きって言ってるような気がしちゃったよね。だってなんかいいなって思っちゃったよね。バレちゃったね。バレちゃったね。そう、でも卒業ライブの後もね、え、何時間電話してた、うん、?3 時間ぐらい電話してた。そうだね、卒業ライブの後ね。そう、うちらご飯食べようって言ってたんだけど、レイカもゲネ終わりだし、クロエピも卒業ライブ終わりで。体調悪くて。そう、なんかうちら寝ながら電話してそのまま燃え尽きた。本当に。うん、寝落ちしちゃったよね。まあ、次の日も入ってた。そう。毎日一緒にご飯食べてる。うん、まあ、そうだよね。いい話だって。それね。ほんといい話。うん。替え玉しちゃダメよ。はい。替え玉？え、なんでダメなの？いいじゃん。嘘つき食べれないだろ。うん、食べれない。一杯もギリギリで。だけど雨だったからズボン濡れて冷たい。え、てかなんか雨だとマジでやる気なくなる。頑張ろう。頑張ろう。ダンス頑張ります。ダンス頑張ります。うん、違うんだよ。クロエ優しいんだよ。え？なんか、あの、クロエもね、稽古合流遅かったんだけど、星レタあったから。そうでした。もうそれ、まあ、それよりも東雲がダンスやばすぎてですね、急に位置変わるし。ね。そう。で、レイカが、なんかその16から本番の前までって、うん、振り入ってなかったよね。え、なかった。うちも振り入れいなかった。そう、だから、なんかその振りを、なんか、なんか、ね、本当は相性自分できてるのにレイカに教えてくれよって思ってる感じでしょ。この人あれなんですよ、気使わせないように自分もやりたいからとか言ってライン送ってたけど、多分ね8割方レイカに移そうと思って優しいよね。いやなんだやめてよ。あ、もうすぐ強制外れるんで。あ、そっか、うん、まだちょっとギリギリいる、うん、これからそう、これからやるんですよ。だから顔面が崩れる前に。そう。はい、まあ、もうそろそろ終わりかな。そうだね。うん。30分に終わろう。そう。30分までにやめます。うん、30分にやめます。なんでね、優しすぎるクロエなので。いや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 。いや、優しすぎるっていうことはね、やっぱりいろいろ。まあ、ここの間は多分ないと思うけど。ないね。うん、ないね。ないね。だと思ってる、ね、ごめん、うん、だと思ってる。かったね、そうそうそう。急にね、荷物持ってとか言うから、え、なんでここだよ、ここにいるクロエ、なんで来ないの、え、なんでだって来てくれるから。そう、行っちゃうからさ、昨日のすぐ。で、やっぱね、うん、そう。うん。だから、うん、でも、やっぱり、こう、本音を言えたりとか、信頼できる存在ってとてもこのお仕事してると少ないので。ね、大事だね。そう、クロエのファンの人たちには、多分言わなくても絶対そんなのは。たぶん、10本あれば。言わなくても絶対。うん。あれだと思うんですけど、なんか、ずっとね、アイドルじゃなくなってもね、ずっとずっとクロエの一緒に、クロエと一緒にいてほしいですね。優しい。うん、本当にね。でもレイカちゃんのファンもそうだよ。そうだよ。そうだよ。お互い様だよ。そう。え、だからさ、なんかさ、あれ一番嫌じゃない？なんか、何々ちゃん、いや、なんか、例えば、クロエはとか、シノノメはとかは、うん、なんか、ほっといても大丈夫みたいなもん。ああ、一番嫌じゃない？なんか、リプ来る方の、
あのアイドルとかリップクルフォの女優の方がなんか集客足りなくて困ってるみたいだから今日はこっち行ってくるみたいなあのスタンス、あれなんすか。いやだそういうのやってないんで。そういうのやってないんで。お願いします。お願いします。自分にね、うん、自分に来てくれる人は私すごく大切にする人なので、うん、じゃない人はもうバイバーイって、さよなら、さよなら。化粧が崩れても可愛いです。ありがとう。優しすぎすぎる。それはゆうきちゃんだからな。そう、優しい希望なんでね、うん、私。うん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 、まあまあね、化粧が崩れても可愛いんです。まあそれはそうだよ、だってうちら可愛いもん。そうそう、うちら可愛いの。そう、あの身に染みて感じてるんじゃないでしょうか。さっぱりしてるね。さっぱりしてるよ。私は、私はさっぱりも、さっぱりマンです。いやでもさっぱりしないとさ、それはさ自分のことを応援してる人、うん、ね、まあ応援っていうか、ね、そう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 ね、大事にしてくれてる人を大事にする方がいいじゃん、うん、時間ないからね、有限だから。ニールが地味になったんだ。あ、ほんとだ。あ、でもあれでしょ、放課後選挙用ってことでしょ。そう、舞台があるから短くスカルプ外したんです。えらい、キラル超地爪っぽくない。確かに、でもそれはそれでいいね、可愛いね。なんかモテるかなどう、みんなモテそう。細々とだけど応援してるよ。全然細々じゃなくて笑ってる。ありがとう。さっき好き、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。見に来てな、マジで、みんな。あ、かわいい。かわいい。ありがとう。ありがとう。ありがちー。マジで。これ頑張ろう。頑張ろう。頑張ってしゃぶしゃぶ食べ行こう。それな。やってるかな、お店。それな。今日11時までなんですよ。ここそう、11時までやるんだよね、みっちり、うん、ダンス。でも大丈夫だよ。え、ん？ん？何個？あ、一応全部当たるか。ああ、うん。そう、前だね。自分で自主練した時にね、うん、全部入れたんで。そう。そう。ね、終わってるな、だって。やってるとこ探していこう。じゃあね、行こうか。うん、まあ、美味しいもん食べないとな、ちょっと今は。そう、寒いし、今日はお鍋食べたい。うん。そうなんだ、あったかいもんだ、うん。そう。お腹すいたもん。うん。なんか、ハイフ行ったから、2時間は食べちゃダメみたいな。ああ、そっか。じゃあちょうどいいね。そう、お腹すいたよ、うん。もう食べていいんだけどね、時間的にはね。うん、長、大変やね。え、でも一人でフリーレしてた方が長くなかったかな。6時、あ、もっとやったわ。6時間ぐらいやってたよ。うん、6、7時間ぐらいやってた、うん。あとあの、アクションの練習もしてた。うん。腕が痛くて、今日あれ忘れちゃった、巻くやつ。あ、はい、はい。テーピングか。うん。アイドルじゃなくなってもしっかり可愛いな、だって当たり前じゃん。え、私でも逆にね、なんかもっと最近可愛くなったねって言われるの。いや、でもそれは思う。いや、で、これ昨日も言ったよね。言った。いや、なんか、よくないな、ちょっと、ごめん。いや、でも、そういうことじゃなくて、うん、アイドルのスケジュールがあった時はもう本当に、アイドルのスケジュールと、その、ね、その、他のお仕事とかの兼ね合いとかがありすぎて、うん、クマとかね、できちゃってた時あったもんね。あった。それがなかったから、なくなって、なんか、キュッて。顔がげ、わかるわって。わかる自分でも思ったし、撮影でも言われた。うん、だと思う。うん、だから明るい。性格が明るくなった。性格っていうか。うん、まあ、本来の黒江はこれなんだろうね。確かにね。ふざけるの大好き。大好き。大好き。しゃぶしゃぶなんかちゃんと撮ってね。はーい。はーい。撮り来てください。はーい。悪取り係募集中です。ついでに払ってくれたら嬉しい。いや嘘です。嘘です。開くぐらい取れます。あ、って感じで、もうあっという間に30分になったので、じゃあここから頑張って、みんなにいいものを見せれるように頑張るので、うちら頑張るので、絶対に見に来てくれよな。見に来てくれよな。バーバーバイバーイバ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 ーイ。みんなスクショとか載せてね。バイバーイ。バイバーイ。撮った？スクショ。オッケー。
はい、オッケー。はい、オッケー。ありがとうございました。またやるね。いまーす。ありがとう、つっち。ありがとう。バイバイ。またね。バイバーイ。切りまーす。さようなら。